うわー、ここ見てもわかるわ。平日の方がこれ混んでんな。ネズッともめちゃんです。今日はハロウィーンユニバー、平日のユニバーの混雑状況を見に行きます。イエーイ。あとちなみにこのミニ TV ではこれからもユニバーの混雑状況をお届けするので、ねえねえチャンネル登録、評価、コメントお願いします。で、今日もね10月のパークの様子を見に行くんですけども、今日ね久々にスーパーニンテンドーワールドのエリア入場整理券取れたんよ。で、それこそさ、まあ、昨日のね夜のパークの様子もね後でお届けするんですけども、もう夜にねパーク行ってたら次の日の朝ね起きるのでちょっと大変なんですよね。けど今日はですね早起きしてね、このオープン時間についてね任天堂ワールドの整理券ね取ることができました。皆さんねお待たせしました。で、今日のねまめちゃんのコーデなんですけども、いつもねこのおめめ TV の混雑状況の動画では皆さんにまめちゃんにどんなコーデしてほしいかね聞いてるんですよね。で、キノピオコーデしてくださいって聞いてるから、今日はですねこのねシェフキノピオのカチューシャにちょっと、まあ、キノピオの、まあ、白色っていうんかな、まあキノピオって赤なんかな、まあ、どちらかな、赤白か、あ、ちょっとミスったな。ちょっともう少し赤色あったらよかったけど、まあ、とりあえずね、まあ、キノピオコーデの僕から皆さんにねパークの様子をねお願いします。で、このまめちゃんもう一個のチャンネルでゆるっとまめちゃんでしょやってるんですよね。で、このチャンネルではですね普段あげないような動画をあげてるんでね、それもね概要欄に貼ってるんでね、ね、またね登録してね動画ね見てください。じゃあ早速やっていきます。やっはー。で、まずはですね、ここ数日のユニバの天気と気温はこんな感じです。で、気温的にはですね、今日の最高気温が26度なんですよね。それこそ先週とかですね、最高気温30度をちょっと超えるぐらいの日もあったんですけども、今日はですね、全然ね、長袖、長ズボンでね、過ごすことができますわ。いや、先週なんかもう半袖じゃなかったらやばかったからな。そう考えたらちょっと気温もね変わっていってるよね。けどね週末はですね、まあ、28度とかになると思うんですけども、でね、これからねユニバに行く方ですね、このね気温チェックはねしてください。もうそれによって服装はねガラッと変わるんで。で、今日のユニバはですね7時半にねオープンしました。いや、最近さ、もう平日でもね、7時半頃にオープンすることが多くなってるわ。じゃあ今からパークの中に入るけど、入場ゲートの待ち列はそこまで並んでないな。で、ユニバにはですね、一瞬でね、入ることができましたわ。今からさ、パークの様子を見るけどさ、エントランスの様子やけど、いやもうここのエントランスからね、いやさすがハロウィンシーズンは、平日でもね、かなり賑わってるわ。で、特にね、年パススタンダードミアですね、もう基本的にね、平日はね、入場することができるから、やっぱおそらくね、年パス民もね、多い日かなって感じがしますよね。うん、めちゃくちゃ賑わってんね、ここも。で、それこそさ、エントランスに入って右側にあるマリオカートとスーパースターのポップコーンバケツカートもね、先週の日曜日来た時さ、すぐにね、商品買えたけどさ、いや、今日は列並んでるわ。これ10分以上はかかるね、15分ぐらいかかる可能性あるんだよ。で、まあ、このオミティーミディアたびたび言ってるけどさ、まあ、鬼滅関係のね、フード関係とかもさ、軒並みすいてて、それこそさ、炭治郎のね、ひょうたん型のポップコーンバケツのカーターですね、もうこれもすぐに商品買える。もう基本的に鬼滅関係のフードはずっとこんな感じっすわ。かわいい。で、鬼滅の刃 XR ライド前の様子やけどさ、いやでもこの鬼滅のね待ち時間に関しても、まあ、言うて200分待ちまでとかは言ってないけどさ、やっぱ長い待ち時間になってるよね。いやー、まあね、鬼滅のフード関係は空いてるけど、やっぱ鬼滅のライドに関したら安定に待ち時間長いね。で、ポケモンのハロウィンフードが売ってるスタジオスターズレーサーだけど、いやこれも安定にね外まで行列できてるわ。それこそさ、まあ、先週の休日来た時さ、もうすぐにね店内入れるレベルだったんですよ。それに比べてもこんなにね、これでおそらくね90分以上2時間ぐらいはかかるんちゃうかな。で、コナンのアトラクションの待ち時間は、まあ、こんな感じだけどさ、やっぱコナンは安定の人気やな。基本的にね待ち時間が長いわ。結構収容人数もあるはずやけどな、
まあね、結構ね、所要時間も長いからってのはいいかんのかな。で、ポケモンハロウィンジャンピンパーティーもですね、やっぱ今の時間帯でもね、もう最前列は埋まってますよね。で、9月とかですね、ここのポケモンハロウィンジャンピンパーティーもね、熱キャンって言って、まあ、気温が高すぎて休止になることが多かったんですけども、まあ、最近ね、気温がね、下がってきてるから、熱キャンとかもなくなってる状況っすわ。で、ニューヨークエリアの様子に関したら、いやまあここはですね、18時からバイオのアトラクションがあるんやけど、それまで特に何のアトラクションもないから、まあ、ここのニューヨークエリアで開催されるショーとかグリーティングやってる以外ですね、基本的に続いてますよね。で、ここでね、ポケグリ見てる最中に、マミちゃんの質問コーナーね、やっていきます。で、皆さんね、質問ね、お待ちしてます。で、まずはですね、同じユニバ系の YouTuber を見たりしますかってくるけど、まあこれはね、まあ見るときも、あれば見ないときもあるかなって感じかな。だから他のね、まあ、YouTuber さん、いれば関係ない YouTuber さんと同じで、まあ、見るときもあれば見ないときもあるって感じです。うん。かなけどね、あの、猫沢さんっていうね、毎日ね、ユニバの混雑状況を開けてる方がいるんですけども、まあ、その方のね、動画を見て、まあ、ユニバのオープン時間をして、まあ、次行くときにその時間帯に行こうかなって思ったりします。次はですね、パレード、次いつ頃出ると思いますか？出るとしたら新しいパレードですかねって聞いてるんですけども、まあ、おそらくね、まあ、ドンキーオープンしてからじゃないかなと思うけどな。うん、それこそさ、新しくドンキーのフロートとか出そうな感じがするけどさ、いや、どう思います皆さん。まあ、さすがにね、ノーリントパレードをね、まあ、1年以上したんかな確か。まあ、その夏の部分も合わせたな。1年以上したからさ、まあ、新しいパレード次になるんじゃないかなと思うけどね。で、ニューヨークエリアにあるフィネガンズバー&グリルは現在30分待ちらしいっすわ。いやー、並ぶね。で、バイオハザードナイトオブヒーローってなんですけども、これね、アトラクション整理券がね、いるんですよね。で、今の時間帯でこちらです。で、正直言ったらこれに関してはですね、余裕でね、アトラクション整理券ね、手に入れることができます。それこそもう、18時に来てもね、取ることができるんで、まあ、そこまで心配する必要はないっすわ。で、今日のね、フードカート密集地帯のユニバーサルマーケットの様子やけど、いや、まあ、ここすごいな、相変わらず。それこそさ、先週のね、日曜日来た時さ、このドルチェチュレス、ティラミスの街でさ、全然並んでなくてすぐに帰ってくるけどさ、今日はね、街列並んでるわ。これ大体買うためにね、20分以上はかかるね。で、鬼滅の刃とのコラボレスラーの刀鍛冶の里、ひょっとこ亭に関したら、ここね、入店整理券取らなかったら入れないですけども、今の時間帯でこちらです。もう夕方の入店整理券になってますわ。これも人気やな。で、今日のね、ミニオンパークなんですけども、いやー、ここのね、ミニオン関係のアトラクションの待ち時間見てびっくりやわ。え、ミニオン始めちゃられてたけどさ、日曜日来た時さ、それこそ100分待ちとか全然行ってなかったっすよ。今日はもう行ってるからな。平日の方がちょっと混んでるぞ。で、今日のね、サンフランシスコエリアの様子なんですけども、まあここはですね、ミニオンパークからジュラシックパークエリアにつながる道やから、いつも通りね、人通りがね、多いですね。あ、けどさ、ハピネス街に関したらさ、ここ混んでたらね、今の時間帯でもね、外までびっしり列できてるけどね、今日はね、店内に入れるわ。まあ、それでも言うてね、買うまでにね、10分、20分ぐらいかかると思うんですけども、まだここは混んだしましやね。で、ハミクマとハミクマソウルのドリンクができたら、ここでワーフ会なんですけども、まあ、これもそんなに列並んでないから、だいたい5分ぐらいで返したいな。で、サンジの海賊レストランがやってたロンバースランディングなんですけども、これやけどね、10月11日から11月4日までね、通常営業します。いや、ここマジで幻のレストランになってるやん。あと、サンジのメロリンフローズンとかが売ってた、こちらはね、ロンバースランディングテラスだけど、ここはですね、ピタサンダが売ってるよね。けどね、値上げになって、今900円になってるわ。これが今の日本か。で、今日のですね、こちらの、まあ、ジュラシックパークエリアの様子やけど、それこそダイナソーとかさ、俺先週の日曜来た時さ、35分待ちとかあったんよ。けど今日はね、このダイナソーの待ち時間もね、待ち時間伸びてるわ。あと、ロビンとチョッパーのひんやりフードが売ってたらホッシェルフェルデなんですけども、ここは現在ですね、スモークチキンが売ってる場所になりましたわ。このスモークチキンもね、美味しいからな。で、同じね、まあ、ジュラパエリアにあるスプラッシュダンスナックではスモークチキンが売ってるけど、ここはですね、まあ、ちょっと列できてるぐらいかな。大体まあ15分ぐらいあったら帰るわ。で、麦わらの一味宴レストランが売ってた場所やけど、ここはですね、通常のディスカバリーレストランに戻ってるわ。いや、久々帰ってきたね、ディスカバリーが。
俺特に好きなのがこのねフライドチキン丼なんだよね。これめっちゃ美味しいからこれ帰ってきて嬉しいわ。あ、あとフライドチキンも帰ってきたんや。え、これも嬉しいな。え、マジで3時のポークリブとゾロの抹茶チルスが売っててカートリアですね。前までね普通にねワンピースのフライドが売ってたけど、なんとねブラックペッパーポークリブが帰ってきた。これめっちゃ嬉しいぞ。で、さすがねポークリブ人気、列も結構できてるわ。これ買うためにね15分ぐらいかかんちゃうかな、いや20分ぐらいかかるかも。これワンピースのフードよりこれ並んでんで。で、ウォーターワールド前だから任天堂ワールドの入り口前の様子だけど、まあここは安定にねマリオに行き交う人が多いから常に人多いな。で、今回久々にねマリオの整理券取れてから任天堂入ってきますわ。で、なんか久々やなここで話すので、今日のねもスーパーニンテンドワールドのエリア入場制限情報なんですけども、今日はですね1時55分にねエリア入場整理券ね配布になりましたわ。いやー、まあここはねやっぱり人気やね、もうすぐに整理券配布になるわ。で、今の時間帯でこの時間帯です。でも最近はですねスーパーニンテンドワールドエリア入場整理券配布終了になって抽選券配布になることも多くなってるんですよね。だからこれからねユニバに行くことはですね、より一層任天堂ワールドの整理券情報はユニバの公式アプリでチェックしててください。これほんまに大事っす。で、今日もやってきたてマリオの世界というか久々か来んので今日もねマリオの様子を見に行くけどさ、やっぱここねハロウィン期間とか関係なしにずっと賑わってるわ。もう人通りが半端ねえな。で、それこそさパワーアップバンドアクティビティの街列もすげえわ。これもね体験するために30分以上かかる。で、マリオカートの待ち時間もね、いや結構久々見たけどさ、めちゃくちゃ待ち時間長いね。ここはね基本的にね100分待ち以上の待ち時間になってるわ。マリオ系のねポップコーンバケツがやってるピットストップポップコーンもね、ここもすげえ待ち列やな。これもね商品買うためにねもう大体もう3、40分かかんで。で、任天堂ワールドの下の階の様子に関しても、いやーここもねすごい人の数、もうねヨッシーアドベンチャーの待ち時間も比較的長くなってんな。で、キノピオカフェなんですけども、ここもね今日も入店整理券配布中で、今の時間帯でこちらです。すごいな、もう4時間後以上の整理券配布なんよ。めっちゃ人気やな相変わらず。俺ちょっとさ気づいたことあるけどさ、まあ、今年さドンキーコングカントリーオープン予定じゃないですか。で、このドンキーコングカントリーの入り口あたりやけどさ、もうそろそろねオープン時期発表するんじゃないかな。で、ジュラパエリアの前にあるスモークチキンのカートはいや、ここ相変わらずすげえな人の数が、これ買うために30分以上かかるね。いや、マジスモークチキン買うならね、ここのジュラシックパークエリアの入り口前以外のところで買ってください。もうここは特別混んでますわ。で、アミティビレッジの様子やけど、うわー、ここ見てもわかるわ、平日の方がこれ混んでんなすごいね人の数が。アミティランニングレストランに関しては現在ね店内満席なんですよ。で、まあ、ここはですね、まあ、商品自体ですね大体もう15分ぐらいで買えないけどさ、それでも満席状態は続いてるよね。で、やってきました、魔法界。じゃあ歌いますか。トゥートゥルトゥートゥートゥー、豆豆こーたー、ここ今日もやばで、魔法界の様子だけどさ、いや、こここそ大渋滞やな。で、ここもね、なんか先週の日曜日に比べてもね、人通りが多いなって感じがするわ、うん、今ね、やっぱ海外からのね、観光客がめちゃくちゃ増えてるからね、やっぱここのユニバもね、もちろん人気やからめちゃくちゃ混んでるねすごいで、
もうずっとマグルたちの行き交いばっかやわ、うん、すごいね。いやそれこそさ、ハリーポッター関係のショーはねバリバリやってるんやけど、やっぱ驚くべきなのはやっぱハリーポッター関係のアトラクションの待ち時間ね。これもねやっぱ人気やね。でちょっとここまでの行列久々見たけどさ、バタービールのカートもですね袋越えを越しそうな待ち列になってるわ。これ20分以上かかるんちゃうかな。で3部のほうきのね待ち列もね、いや柵びっしりの待ち列やわ。先週の日曜日さ、柵全然埋まってなかったんですよ。それに比べたらすげえな。これ1時間以上長けたら90分ぐらいかかんちゃうかな。で今日のねワンダーランドの様子だけど、ここもすげえな。めちゃくちゃ今日も子連れが多いからさ、だいぶと賑やってるわ。でそれこそスヌーピーバックロット貨幣なんかね、先週の日曜日さそこまで列並んでなかったけど、今日はねちょっぴり外まで街列並んでるよね。いやこれも商品買うためにさ30分40分ぐらいかかんで、前なんか20分ぐらいの待ち時間やったからな。でセントラルパーク付近の様子に関したら、いやまあここはですねやっぱいろんなエリアにつながってる場所であるから、やっぱ人通り多いね。もうどこもずっと人やわここは。でアズーラディカプリもね、ここ入店整理券が必要やけどね、これもねもうね入店整理券配布終了になってますわ。めっちゃ人気で、パークサイドグリルもね入店整理券がいるけど、今の時間帯でこちらです。これもまあまあ1時間ぐらいの入店整理券かな。でハリドリバックドロップ前の様子だけどさ、いやこのね2つのアトラクションもですね、いや今日も今日だとめちゃくちゃ人が多いですね。うん、待ち時間が長くなってんね。やっぱこのハロウィン期間中はこういう実況系アトラクションがここも結構あるような。マリオカフェ&ストアに関したら、まあここに関してはそんな並んでないから、だいたい今10分15分ぐらいの待ち時間かな。あとチェーンソーマンのフードカートに関したら、まあ、ここもね、まあ、先週の日曜日さ方面に誰も並んでなくてすぐに商品買えたけどさ、今日はですねだいたい5分10分ぐらいの待ち時間やな。で一通りねパークの様子を見に行ったっていうのも、まあ、最後にですねすごいユニバのグッズが出たらしいから、それね見に行きますわ。これがですねエントランスに入ってすぐ左側にあるユニバーサルスタジオストアで、このねレイカ様とあとはディーコのねパスケースがね登場しました。でこのレイカ様に関してはね、ほらレイカ様がちゃんと乗ってるよね。めっちゃ良くない。あとねレイカ様とあとはねディーコのねぬいぐるみもね登場しました。これ暑すぎるやろマジで。でもちろんねぬいぐるみね買ってきました。いやまさかユニバでこのレイカ様のグッズ出るとは思わんかったで、ほんまに。だってこれユニバオリジナルのキャラやからな、しかもみんな大好きやからなレイカ様で。なんとねレイカ様のねネームプレートもねあるんよね。これめっちゃおしゃれじゃない。あとねディーコンもね買いました。まあ、ディーコングッズに関してはまれに登場するけど、まあ、これもレアやからな。でこのディーコンのこの眼帯ね、なんとねちょっと取ることができて、なんとね目玉ないんよ。えここまで再現される、これも最強すぎるやろ。これマジで皆さんほんまにいいグッズやから買ってください。で一通りねパークの様子を見に行ったから、最後にですね、まあ、今日ユニバの各種チケットの販売状況を見に行きますわ。それこそユニバのスタジオパスと年パスはね余裕でね取り付け買えるし、いやそれこそエクスプレスパスに関したらまあ結構売り切れてるよね。うん、けどハロウィンセットはね買うことできるわ。で今日はですね10月平日のねパークの様子を見に行ったけどさ、やっぱ思ったのがですね、土日より編集の方が混んでるな。まあ若干ではあるけど、やっぱ年末スタンダードの方がこの編集で入るゲストが多いから混んでるのかなと思いますよ。で、まあ、昨日のね夜もねパークの様子を見に行ったんですよ。それがね、まあ、こんな感じです。で入場ゲートの様子やけどさ、まあ、今日さ平日でさ、まあね、結構年末スタンダードの方が多い日やけどね、やっぱめっちゃ空いてるわ。やっぱ雨でクリート少ないやろな。で無事ねエントランスに入ったけどさ、今ね18時の時間帯で、まあ、普段やったらですね、まあ、逆にさ今からパークに行くゲストが多いけどさ、今日雨が降ってるからさパークから出るゲストが圧倒的に多いわ。そんなことなんねんな。でもちろんねゾンビが出るエリアね、今日はねストリートゾンビやってないですね。でその代わりですね屋根の下とかでゾンビのグリーティング的なことをやってるんよ。でゾンビが出る予定やったエリアはねもうとことん空いてるっていう状態やね。うん、で一通りね雨の日のねパーク見てるけどさ、やっぱ雨はね、まあ、ストリートゾンビが出ないからさパークは空いてたね。でも、まあ、ゾンビが出てる時はね、まあ、人混みがあってかなって感じがしました。まあ、ちょっとそのね変
ーって混んでましたね。じゃあもう帰ろう。で昨日のよりか雨が降ってたから、まあ、そこまでね普段よりか参考にならないと思うんですけども、また明日ね、まあ、雨のホラーナイトいろいろ違った部分があったんで、ね、それねまた紹介しますわ。まあっていう感じかな。以上頭にキノコが生えちゃったもめちゃんでした。これほんまやな。はい、じゃあこれからもいろんなね楽しい動画をお願いするので、ねね、チャンネル登録、グッドボタン、そしてツイッターボタンお願いします。じゃあバーイ。